Hey, girl, I believe in the whole good miles. I'll be on it, man. で、頭に足開いていただいて、お腹が下がらないようにして、ちょっとお尻突き出します。そうですね。で、このまま右足を伸ばす。これでキープしましょう。レディー。はい、伸ばして。そう、お腹をしっかり、お腹で維持します。しっかりキープしながら。これで左側にずれないようにします。3、2、1、はい、戻しましょう。では、そのまま反対、左足いきますよ。レディー。はい、左足伸ばして。OK。キープ。鼻で吸って、口から吐きます。3、2、1、はい、OK。OK。では、今度は手を伸ばしていただいて、足を上げる、もしくは腕立て伏せのように、足を伸ばして、地面をこのような形で、ぐーっと押して上に上がります。そう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 。手でしっかり地面を押します。いきます。これキープしましょう。スタート。呼吸を止めないですよ。呼吸して。3、2、1、はい、OK。で、今度はその姿勢のまま右手を上げます。体が左側に流れないように注意しましょう。では腕立て伏せの姿勢になって、もしくはこの状態で膝を上げる。そう。で、このまま右手アップ。キープ。体まっすぐしますよ。3、2、1、はい、OK。では反対いきましょう。はい、アップ。左手アップ。そう。はい、呼吸を落とさない。手も下ろさないように頑張りましょう。3、2、1、OK。ナイスです。では次バランスですね。四つ這いになって、足をちょっと上げます。で、この状態で右手と左足伸ばしてタッチする。で、この時に手と足で力を入れるというよりもバランスを取っていきます。自分がここの空間にしっかりいることを手と膝の入力から入れていきましょう。きつい方は足ついて OK です。では、右手と左足伸ばして。まずキープ。体タッチ。よし。タッチ。み。タッチ。そう。3。タッチ。4。5。6。1、8、9、ラスト。 OK。 OK、ナイス。イエー。では反対いきましょう。肩幅に広げて、左手と右足を伸ばしていきます。お腹周りにしっかり体を支える。いきますよ。左手と右足伸ばして、バランスしっかり取ってからタッチ。1、2、
三、四、五、六、七、八、九、ラスト。はい、OK。ナイス。OK、なるべく力で支えるよりも、手と足のこの感覚ですね、地面をついている感覚と、体の中心をしっかり使っていきましょう。では次は上向きでいきます。指先をかかとの方に寄せていただいて、足を肩幅に開いて、かかとをちょっとお尻の近くに持ってきましょう。その状態で少しお尻上げて、肘を少し曲げる。二の腕鍛えます。アップ、1。ダウン、2。ダウン、肘を曲げて、3。肘を曲げて、肘を曲げて、4。アップ。5。そう、ナイス。6。しっかり伸ばす。7。頭下げないように、8、そう、9、グッと絞る、ラスト、10、OK、ナイス。では次、足を伸ばしていきましょう。同じように、手首が痛かったらちょっと回したりして動かしていきましょう。で、このまま足を伸ばした状態から、少しお尻を上げて、最後背中でグッと押す。で、キープしましょう。スタート。まずは下がらないように、しっかり上げます。3、2、1、はい、OK。いいですね。今のは腕と背中周り、お尻ですね。OK。では少し、もうちょっと腕前に深くかけていきますよ。背中と腕、もう一度膝曲げて、先ほどのようにちょっとこう上げていきます。今度はお腹をしっかり上げます。そう、いいですね。で、そのまま手をあんまり遠くに開かないようにしてもらって、右手を上げる。1。そう、しっかり右、片腕で踏ん張る、2、3、4、OK、いいね、5、6、7、8、9、ラスト、OK、これは背中と腕回りですね。しっかりずっと腕で支えていきましょう。では次は、ここ、ウエストを引き締めます。首でですね。と、お尻周り、内転筋使っていきます。横向きになっていただいて、肘つき、膝曲げても OK。もしくは、できる方は手を伸ばして、よいしょ。この状態で、両足について、肩の真下ぐらいに手を持っていきましょう。遠いと肩痛くなってしまうので、自分の近くに。そう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 。肩が前に出ないように気をつけて、しっかり下げて、ここからアップしてキープしましょう。いきます、レディー。はい、アップ。手は横にして、そう、この下で上げる、しっかり。OK。頭が下がらないように。呼吸を押していきましょう。ふーっと吐いて。3、2、1、はい、ダウン。OK。いいですね。で、次は横の腹筋とお尻を一緒に使っていきましょう。腹筋した状態で、両膝を後ろに曲げます。骨盤ちょっと後ろに引いて、まずはここをしっかり上げる。
そう、上げてから右足伸ばして、で、回しましょう。1、2、3、4、5、6、7、しっかり上げてます。9、反対回し。1、2、3、お尻、4、5、6、頭下がらないように、7、8、9、はい、OK! OK! ナイス。で、次はですね、右足を前に出して、体を寝ていただいて構いません。このまま、上げ下げを繰り返すパターン、もしくは、右足でキープですね。この状態で、肘ついて、こっちの足で、キープして、上げる。はい、では準備から上げていきましょう。もしくは上げ下げ繰り返します。レディー。はい、アップ、スタート。そう。頭が下がらないようにグッと上げて、で、このお腹の下と内転筋、内側を使います。そう。はい、頑張って。3、2、1、はい、OK! ナイスです。では反対行きましょう。右手をついて、もしくは膝で、この状態でも OK。ガクガクの2段階目はこっちですね。で、もう一回行ける方は、手を伸ばして、上げていきますよ。このままアップ。しっかりここで上げます。ずっと上げて体を。そう。OK、キープ。では横に。ここに三角形を作ります。ここが絡まないように気をつけましょう。OK して。もうちょい上げて、伊藤さん頑張って。OK、3、2、1、OK、ストップ。はい、ではお尻とこの横行きましょう。両手をついて、あ、ごめんなさい、肘をついて、まず上げます。ここしっかり上げますよ。そう。で、こちら足は開かないように気をつけて、ここだけ上げる。で、足伸ばして、30度ほど上げて、で、回します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、反対回し、1、2、3、4、5、6、はい、頑張って、8、9、はい、OK、ナイスです。では、ラストいきましょう。で、肩はこの状態で上げ下げを繰り返す。で、もう一段階としては、肘をついて、上の足で踏ん張って、左の内転筋を使って、起き上がる。お腹の横も使います。いきますよ。レディー。はい、アップ。はい、キープ。頭下がらないように、しっかり上げて、そう。ガラムキン使って、呼吸止めないようにしましょう。はい、いいですね。頑張っていきましょう。えい、3、2、1、はい、OK! ナイスです。OK! ではですね、最後、いつも通り3分間ちょっと皆さんやっていきましょう。今日はですね、20秒を3ついつも通りやるんですけども、まず一つ目は、この状態で足を上げていただいて、かかとをタッチします。タッチ。タッチ。これが痛いですね。で、そしたらそのまま、ちょっと持ち上げてキープ。これが二つ目。ラストは、体を回すですね。回す。もしくは、スペースない方は横に
動いて、横に動いて、前後に、あ、ごめんなさい、左右に動いてあげると、横の腹筋を使います。手と足を、まあ、左右に振ってあげると、体幹が動きますので、このような形で動かしてみてください。では、行きましょう。大丈夫そうですか？ OK、ありがとうございます。じゃあ、行きましょう。上向きで準備していただいて、5秒前からいきます。3、2、1、タッチ、エンドン、足を近づけないように、1、ふん、ふん、よいしょ、タッチ、タッチ、タッチ、よいしょ、ふん、ふん、ふん、はい、肘ついて足伸ばす、床ギリギリまで腰反らないように気をつけましょう。おへそをぐーっと背骨の方にぐーっと吐いて、はい、足を上げて回ります。1、動かして回る回る回る丸い、はい、上げて、肩上げて、はい、1、はい、タッチ、はい、1、タッチ、タッチ、ゴー、膝を動かさない、1、よいしょ、タッチ、タッチ、タッチ、よいしょ、タッチできない方は膝タッチでもいいですよ、はい、足伸ばして、カップ式、いいですね。ふーっと呼吸して、吐いて、カップ式、締め切っていきましょう。はい、動かして、じゃあ回って、回って。ふん、ふん。はい、じゃあ回って、1、はい、両手上げていきましょう。はい、止まらない。1、はい、腹筋、1、よいしょ、頑張って、よいしょ、ふう、ふう、はい、ポイント、1、止まらない、よいしょ、できないね。はい、最後、ラストセット、はい、足伸ばして、キープ。さあ、もうちょっとですよ。あと40秒。ふーっと、キープして。さあ、残り5秒。1、ラスト。ファイト。はい、振って。振って。ふぅ。ふぅ。音上げて。1。背中を使う反動を使って、1、はい、OK。 素晴らしい、お疲れ様でした。では水入れたらちょっと最後クールダウンしていきましょう。足を動かしていただいて、両手を外の横にします。後ろに引いて、で胸を遠くに近づけるようにぐーっと手を伸ばして、目線を下げないように、もも裏、膝裏、ふくらはぎ伸ばします。はい、OK。 では上座します。あ、ごめんなさい、開脚していただいて、左のつま先に向かって右手をぐーっと伸ばしていって、体を左の胸を膝につけるようなイメージですね。ぐーっと倒していきます。
息を吐いていくとより伸びていきます。はい、OK。 では反対いきましょう。ぐーっと次の手まで入れて、こちら倒していきます。伸ばそうというよりも倒してみてください。ぐーっと倒していく。そうです。はい、OK。 で、このつま先内側に向けて、内側に向けます。そのまま遠くに出直して、ぐーっと伸ばし伸ばして、ももの内側ともも裏の内側伸びます。ぐーっと伸ばします。息吐いて、吐いて、はい、OK。 では足を閉じて、膝、かかとを自分の方に寄せましょう。で、肘でぐーっと押して、付け根ですね、ももの付け根伸ばしていきます。内側の付け根伸ばしましょう。OK。 では、うつ伏せになりましょう。お腹伸ばします。まず肘をついていただいて、 OK。 で、手をついて伸ばします。そうそうそう。で、自分の近くまで持っていけるところに持ってきて、で、骨盤が上がらないように足をしっかりベタッとつけてリラックス。で、上を向いてお腹伸ばします。そのまま右を向いていきましょう。1、1、1、1。自分のお尻を見るような、かかとを見るような形で左の腹筋が伸びていきます。はい、戻して、1、1、1、1。ぐーっと下半身の力を抜いて、OK。 で、最後腰回り伸ばしていきましょう。両手広げて、右足をこのようにクロスして左に向けて、肩がなるべく上がらないように気をつけましょう。腰と背中のストレッチですね。では反対いきます。で、顔の向きは足と逆に向いて向けるようにしましょう。はい、 OK。 はい、ではこちらですね、集まっていただいて、ありがとうございます。どうも。はい、お疲れ様です。ま、ちょっと負荷毎回毎回少しずつ変化をつけていってるので、肘をつくのか手を伸ばすのかだけでも結構負荷が変わるんですよ。で、あと本当に足を閉じるか足を開くかだけでも全然負荷が違うので、で、慣れてきたなと思ったらちょっとこう負荷を本当数センチ数ミリとかでも変わりますので、ちょっとその辺ご自身でやる場合は意識してやっていくとより負荷がかかるので、チャレンジしてみてください。よろしくお願いします。はい、はい、で、明日以降あのこの時間はやっておりますので、お時間取れればぜひ参加のほどよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、本日は以上になりますので、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。じゃあ来月もよろしくお願いします。はい、お願いします。